まあ、かなり先ほどのメイン戦というか、サラダイ選手のメイン戦ではかなりスムーズに決まってしまった感じでしたが、今回どうなるかというところですね。ユアルデルはもう本当にこの比技術師のおかげでかなり強くなりましたね。だいぶ強くなりましたね。前まだ2マナ1、3飛行速攻、確かに果敢果敢あいつが比技術師になったと思うと確かに凄まじいパワーアップな気がしますけどね、うん、まあ、除去として火力を増やしてもいいですし、相手のライフを攻めるためにも火力を増やしたりとか、まあ、あとブレインストーム、ボンダーを使い回せるということで、さあ、マリガンチェックですね。今サタイ選手は7枚キープのようですが、コウソル選手はマリガンですね。問題なそうですね。手札破壊もありましたし、まあ、ちょっとまだ見えませんでしたが、そうですね、うん、かなり良さそうに見えます。すごい、マナ加速も十分、なんか今すぐにでもコンボを始められそうな手札ではありますが、まあ、ちょっとね時間がかかりそうですけど、うん、まあ、そんなに急いで決める必要もないんで、高所選手がのんびりスタートしてくるようだったら、ゆっくり待って待って、うん、しっかり準備が整ってから仕掛ければいいので、はい、さあがっちり握手をして今から、はい、第13期レガシー新挑戦者決定戦決勝戦開始です。 UR デルバー対アントン戦対戦、さあまずは土地を置いて終了。交渉選手はマリガン後の戦術でウィンデルバーを積んでたんですかね、うん、さあウォルカニックアイランド、ただ今ジャッジの頃より早く始まっちゃってましたさあですが、まずここはデルバー、うん、モード大地があるんですけど置いてないですね。沢谷選手にフェッチから特殊権を持ってきてほしい、うん、手札がウィルウィルデイズですかね。一応両方打てるんで、まあ、かなり高城選手もコンボ相手にはいい反動ですかね。そうですね、クロックもしっかりあるんで、ちょっともう一枚が火力か何かでしたが、さあしかし沢谷選手もしっかり基本地形から、ブレインストーム、手札を整えに行きます。いいですね、2枚目の土地も引けたんで、うん、もう完全にウエストランドを無視してこの後ゲームが進められる。これメイクの強烈は戻しそうですか。2枚に加えましたが、どうだ、ちょっとライオンズアイの瞳がないんで手札をゼロにはしきれない、うん、なるほど。かまあ別に、フェッチもすぐに切らなくてもいいんで、最悪そのまま引く可能性もあるかもしれませんが、まあ、この段手札破壊打ってもおかしくないですからね。フェッチから沼を持ってきて、まあ、手札いっぱいもあってもう数値できちゃうかもしれない。そうですね、ですね、はい、エンドリルも手札になりますよね。悩ましいインファーナルライオンズアイの瞳がないとやっぱり最後ブレインストームとかあるとゼロにはしきれなくて防御しない勝ったりもするので、ブレインストームって手札が良すぎると何戻していいか分かんないってことは、まあ、難しいですね。ちゃんとプランが見えてないと、うん、さあ出ればここは変身して、しかも冷やす、強い強い、手札にはカウンター揃っていて、さらに追加のカウンター、デルバデライフを刻みます。まあ、先ほど置かなかった不毛が置きましたね。一応不毛の大地は相手のフェッチランドに対して起動するとその間にデイズを打ったりとかそういう小技もあったりなかった、うんうん、今だからフェッチランドが出てきたので一応そういうデイズも
関連のテクニックも含めて置いたんだと思います。もうこの状態で沢渡選手がまあ得失点を持ってくることもまずないでしょうし、うんうん、それよりかはデイズでワンチャンできるように。さあここは沢渡選手何もせずにいつ動き始めるかですね。はい、先ほど戻したカードを2枚とも引きましたね。ブレインストームはおライオンの瞳のダイヤモンドを引き当てました。でもね、クモの触手もあるんで、もう本当に普通にクモの触手のドレインだけで勝ち切るプランも考えてると思いますけどね。おしかもハンデスを思考箱糸、はい、今場に出てるのは秘密を掘り下げるものの変身したバージョンですね。あのフロムザバルトマンの光ってるやつですね。スタッツは3人飛行ですね。1万3人飛行、もうこれもレガシーを代表するクリーチャーですね。さあ、サータイ選手はいつコンボを始めるか。かなり悩ましいが、どう置くか。テンドリル戻しましたかね。このターンは土地がないんでライオン材を置いて、さあこのターン仕掛けるか仕掛けないか、うーんもうちょい待ってもらえそうですけどね。まあ、相手も何もしてきていない、まあ、コショ選手もデルバーひっくり返ってるだけですかね、相手から見たら。さあエンドに稲妻でライフ詰めます。ライフは沢田選手10まで減りました。10まで減るとはムカつきルート結構難しいというか、そうですね、もう今の時点でもう7なんで、うん、あ7か7ですね。でこれフェチ来て6、これが最後のターンですね。このターン行くしかなくなってしまった、さあ高翔選手もかなりの枚数の対抗手段を手札に持ってますが、で多分手札にチェインライトニングがあるので本当にこのターンを逃すともう終わりですね、うん、さあまずはどこから入るか。佐渡選手ギリギリの盤面もかなり腕の見せ所ですね。そうリチュアルから打つかどうかとかも難しいですからね、はい。さあまずは脅迫、いや高所選手もいろんな受け方があるんですよね。フォースオブウィルを打つであったりスペルピアスでマナを使わせてから目くらましをして普通のマナをすべてタップしきったりと、うん、まずは呪文貫き、これはかなり渋いですね。さあ佐渡選手もかなりやりづらい動きなんじゃないでしょうか。ここでダークリチャルとかスタックで打っちゃうとちょっともう他にマナソースがなさそうとかバレちゃいますからね。消されましたねそのまますぐに。一応2枚目の脅迫はありますがペタロ切ってダークリチャル、うん、さあここは沢渡選手の手札が見えてる側としてはもうかなりキーポイントになりそうですが、さあ、ね、デイズを切ってフォースオブビルカウントします。沢渡選手はマナが出しづらい状態だろうというのを予想して、まあ、先ほどスペルピアスは、ね、払わなかったのもあるんで、うん、これ受ける側としてもかなり、これスタックでフレインストーム、さあコースル選手残されたカウンターはフォースオブビルがもう1枚ありますかね。デイズもあるのかな、ちょっと青いカードが。佐藤選手ここでデイズアンダーグランドシーシアンの3枚、
さ勝負とキーポイントになるこのシーン、ただこの手札だともう決められなさそうですけどね。マナが足りないですかね。そうですね、もうリチュアル系がカバルリチュアルしかなさそうなんで、カバルリチュアルがそもそもキャストできない、うん、このデイズも当てられないと思うので、ブレインステイ、レーダークリチャルは、石の力で打ち消されます。さあそしてアンダーグラウンドシー始められるか、うん、脅迫で火力を落として一旦延命か。さあディアス2枚目、高所選手的にはここカウンターしづらいか、まあ、唯一のカウンターですかね今のは。デイズ、うん、まあ、この後ペタルから来る可能性はありますけどね、まあ、でもペタルからだったらどの道無理か、通してしまうとデイズが落とされて何もできなくなってしまうんで、うん、さあこれも打ち消されて、佐々木選手はもうないことを祈る火力がないことになりますが、チェーンライトニング見事に削り切りましたね。ここデイズをですが、まあ不毛な位置がありますので、はい、決勝戦第1ゲームは見事ね、 UR ドリバーの高所選手が勝利いたしました。いや、うまかったですね、すごい量の妨害手段でしたね。サータイ選手もかなり乗り越えようと頑張りましたけども、それ以上の最後けど本当にそうなんですよ、はい、あの仕掛けてきたとこをどうかわすかってすごい難しいんですけど、あの辺はやっぱ呪文貫きから入ったりとか、本当にいろんな選択肢ビリから入るのももちろんあったと思いますし、アントのマナを潰すっていう発想とかってなかなか最初のうちは思いつかないですよね。そうですね、やっていかないと。さあサイドボードですけども、まあ、佐藤選手がまずは先行ですけども、まあ、基本的にはさっきと一緒で花の絨毯とか、はい、水火とかその辺が入ってくると思いますが、うん、高所選手は真の宿敵、もうコンボ相手にはかなり弱いとされている、うん、はいはいはい、まあ受けってこないですからね。そうですね、は本当にただの3マナ31リミテッドクラスのカードなので、まあ、それを抜いて、まあ、ローバイの嵐だったり、そうですね、まずはローバイの嵐ですね。ローバイの嵐ムノロット言いますかね、うん、入れてもおかしくないですけどね。一応あのライオン財が止まるとだいぶ楽にはなるんで、うん、安泰にかなり裏目っていうのはまあまああるっていう、すごい難しいところですね。クロックはけどかなり減らしてますね、ヤングパイロマンさんも。だペタルとライオン両方止まるのはかなり強いですけどね、はい、うん、サイドボードにあれば、まあ、直接クモの触手を打ってきたり、ムカつきでめくってきた手札をいっぱい増やしてきたりとか、まあ、土墓地の、ね、炎の中の角を打ったりと、マントはいろいろな攻め手があるので難しいところでありますが、さあどういう2ゲーム目になっていくのか。解説は、ハリレプロスの津村健二選手がお送りしております、はい。さあ第13期レガシー新挑戦者決定戦、決勝は UR デルバーの高所智也選手対アントの沢渡海選手になっております。まず1ゲーム目は UR デルバーの高所選手が勝利いたしました。ただいまサイドボード後の2ゲーム目になります。今日ちょっとレガシーの練習しようと思って、はい、新しいカード入ってるデッキということで、はいはい、青白奇跡のテフェリーとナーセット入ったやつにしたんですけど、はいはいはい、絶対この青赤デルバーの方が良かったですね。この1、3の強さを見てしまうと、はい、今日は残念ながらちょっと放送では奇跡の対戦はちょっと映せてないですね。そうですね、高橋選手とか確かテフェリーもナーセットも入ってたっぽいですけど、うん、1枚ずつだった、はい、あとハレルホープスの小林辰巳選手もミラクル使ってるということで、はい、確かナーセットは入ってたと思います。テフェリーはちょっと入ってなかったかもしれないですけど、うん、まあ、テベリーも重いですかね、やっぱ3マナだと。いや、テベリー強いですよ。強い。普通に強い。まあ、奇跡みたいなデッキにはかなり、まあ、ロングゲームのデッキだと、かなり相性が良さそうですね。まあ、やっぱり、下の環境になればなるほど、相手がカウンター打てなくなってしまうと、うん、通った瞬間にすごい制約がかかるので。ソーサリータイミングしか動けないっていうのは、ブレインストーンもメインデュースしかないし、イナズマもね、ということで、まあ、様々なものが、制約を受けてしまいますが、
まあ、あとはシアンを相手のターンに打って奇跡しちゃったりとか。あ、確かに、ね、プラス1してから、はい。さあ第2ゲームマリガンチェックですね。はい、サーダイ選手はそっちが3枚、あ、お互いキープです。さあ土地土地でエンド、大塩選手はブレインストームですね。それでは整えていきますが、しっかり石の力握ってますね。まあただやはりクロックが欲しいですね。もうクロックがないと、ここは非術師は持ってそうですけどね、うん、まあ、他にマナを使うカウンターがあるんだったら、まあ、なしちゃいそうですけどね。どうでしょうか。さあウェッジランド切ってボルカニックハイランド持ってきました。まあ、このアクションだと2マナのクリーチャー出しそうですが、あ、デルバーもあるのかな。まずはポンダから手札整えに行きます、うん、ゲカゲカグレンハ、グレンハ、はい、さあゲカ的テキストを手札に加えて、デルバ持ってるのは出しそうですけどね。いや、もうなんか1マナ構えてるってことはローバイならしかないから。あー、なるほど、構えてるという合図でしょう。まあ、どっしりと。さあエンドにブレインストーム。佐藤選手は、まあ、なかなか動きませんね。ここはもう本当にサイドが3枚も苦悶の直射入ってたんで、基本的にはそういうルートを目指すのか、うん、あとはクロックがないんで、基本的には今はまあ動く必要がないと手札界も持ってるのでずっと打ってないですからね。まあ、コンボ決める直前に一番打ちたいって感じですかね。そうですね、はい、ギリギリまで引きつけて。高翔選手も結構ドローソースを連打していますが、ここは何もせずまたターンエンド。なかなかゲームが動くカードをお互い出さずに土地だけが並んでいく展開が続いてますね。さあただ時間が経つとクロックがかけられてないと不利になるのは高翔選手なので、うん、まあ、マナー要求する感じのカウンターがだいぶ腐ってしまいますので、ヘギ術師出てきました。もうこの決勝ラウンド何回も確認出てきましたが、墓地には十分のスペルがありますね。これを毎ターン打てると思うと楽しくてしょうがないですよ。毎ターンでもシアンかブレスタタで打てる。さあサータリ選手もこうブレインストーム打ってきました。普段には2枚の苦悶の触手。さあライフが18、9回呪文が唱えられれば、ここは冥府の強敵者と抵抗戻すか。どうですかね、次のターン仕掛けますかね。仕掛けてもおかしくないような手札には見えますけどね。さあアップキープ、こうヘッジを切ってライブラリの一番上をリフレッシュします。もうこのまま時間が経ってしまうと高翔選手どん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 非術師で手札が強くなってしまうんで、沢渡選手の視点で見ると今高翔選手一番隙が大きい、はいはい、この後ちょっとマナを使ってくれるとは思えないんで、うん、まあ、今1マナしか残ってないこのタイミングが一番隙が大きい。フィニッシャーを展開した瞬間、
まあ、佐谷選手手札には思考囲いありますから仕掛けるには十分といった感じですかね。今脅迫も引きました、うん、さあまずは試案から。水蓮の花びら、苦悶の触手とフェッチという3枚でしたが、手札が全部使い切れると余裕で削り切れそうではありますが、はい、さあここが勝負。佐渡選手試案で唱えた3枚を睨みつけて、さあ取ったのは年ですね。ここは思考囲いから入るでしょうか。まずはベイを横に寝かせ、まあ、この強迫な対応で高翔選手の手札の強さも分かりそうですけどね、うん、なかなか難しい。いや難しいですね。普通にドレインで削り切るパターンを想定してると、うん、手札赤いを使ってただカウンターされましたエンドですっていうのがちょっとやりづらいんで、うん、ストームのカウントは非常に大事なんで、まあ、ライフも18度たっぷりありますからね。さあ悩ましいが、ここは思考囲い入りました。どう受けるか。手札を通りました。さあ崩壊ブレインストーム、酵素ビール、外科的摘出支援、デイズ、デルバー、パイロブラスト、これはビールですかね。そうとりあえずビールは抜きそうなんですけど、このターンに決められるかどうかを。手札界がもう一枚、ブレインストームは回るので、高翔選手、まあ、ブレインストーンも含めてここで唱えないっていうのはやっぱり沢渡選手はその普通にドレインで狙ってくるのも考慮してるかもしれないですね、うん、その呪文を下手に増やさないように。さあ思考囲いで石の力抜きました。さあ沢渡選手はこのターン仕掛けるのか。呪文がまだ2つ、あ返しましたね。仕掛けずとなると比企術師が暴れそうですが、この後ちょっと厳しそうですけどね。普通に苦悶の触手を狙う場合って青い呪文から入らないと、うん、手札はまあ普通は7枚しか持てないんで、普通のドロー合わせて8枚で16点までしかいかないんで、なかなか難しそうですが、さあコースとしてはブレインストームで手札を強化していきます。まあ、私ちょっと今引いたの嬉しくなかったですね。グレン派と若き群れのグレン術師、うん、おここで外科的摘出を思考学校に対して打ちました。さあ相手の反応公開されます。今度高翔先生かなりプランが立てやすくなってってますね。そうですね、はい、もうクモセスクシ2枚とドローソースもないので、なかなかここから普通にクモの食性16点は難しそうですけどね、まあ、2連打すればなんとかっていう感じですか。ただそこは高所選手がしっかり妨害してくると思うんで、先ほどまで、まあ、デイズ以外の妨害手段はなかったですけど、ちょっとねカバルリチャルもなかなか、うん、7枚いきそうですけどね。ペタル合わせればペタルと、まあバナのフェッチランドと脅迫も合わせれば墓地8枚になりますが、
しかしここはまあコースト選手がちょっと一歩リードしているかといったところですかね。高所選手も現時点ではそこまで手札強くないんですけど、うん、この後やはり無限にブレインストームとポンダが出るので、沢渡選手に残されている時間の方が圧倒的に少なく見えますね。さあこうフェッチ切って、まあ、先ほどブレインストームっていうのでデッキトップリフレッシュ。高城選手はもう少しもうローバイナラスとかフォースウィルが手にくればかなり安心できそうですが、さあ引き出しアタックしてブレインストーム墓地から唱えます。レイズとジモンハメ手札に入りましたが、なかなか難しい、まだ安心できないですね。うん、そうですね。さあ1点入りますが、ここで、はい、グレイン術師。さあ刻一刻と沢谷選手も残された時間が少なくなってきました。しかし今引いたのがダークリチュアル、これは結構マナが足りているか。さあまずは巨悪打つか、一応2マナのカードもないので、もう行きましたね。はい。ピタルから出したということは、もう勝負。さあ、このデュレス、これを削り切れそう。はい。公開して、レイズが1枚抜かれました。あ、いや、ん？ジモンハメ？あ、そっか。カバラルチャージが、はい、これで通るようになったんで、マナさえ足りていれば 1,2,3,4,5,6、 はい、そしてもう見えたとのばかりにフェッチをすぐさま切りましたね。さあ土地は3枚立っています。ペタル追加してストーム3切って4、5、まずはおー6と、はい、6ストーム6と7の蜘蛛の触手で、計28点ぐらい吸いましたね、手札から。完全に今、もう、ハンデスを絡めて、まあ、見えたという感じですかね。はい。すごいですね。もうあそこから仕掛けるのはかなり厳しいかなと思ったんですけど、マナガスク1枚で。決まってしまう。直接ハンドから決まってしまうと。ということで、はい。第13期レガシー神挑戦者決定戦決勝戦。さあ、サザリ選手が1本取り返して、1対1。さあ、3本目に入ります。いや、鮮やかというか。まあ、デルブ側はもう、やっぱり黒黒の展開するタイミングが難しいですよね。コウチョ選手ももっともっと早くデルバーから動いたりとか、いろいろできたと思うんですけど、ドローして、先にデルバーを充実させて。ちょっと時間が与えすぎたというか、感じもしますかね。いや、難しいですね。やっぱ、いつ動くかっていうのは常に。特にあの先ほどの沢渡選手の準々決勝がそうだったんですけど、グレンあって結構打てるタイミングが限られてて、はい、うん、まあ、ドローソースがしか基本打てない。そうです、うん、はい、なのでもドローソース来たら当てないといけないぐらいの。なんで結構最初の1ターン2ターンぐらいしか打てないんですかね、大体。なんかまあ、それかまあコンボのターンにブレインストームで打ってくることがあるので、それに当てるようですね。まあ、あとはそのサイドアウトしたカードよりは強いから入ってるぐらいの。なるほどなるほど。まあ、途中までかなり高卒選手が有利かと思いましたが、うん、そうですね、ちょっとドローが、はい、途中から弱かったのはありましたけど、ブレインストームとかあれだけ打ってもデイズとかしかなかったんで、うん、ただね、もうダークリチュアル1枚引いただけで世界が一瞬でゲームが決まってしまったと。これが、まあ、アントの恐ろしさでもありますよね。昔からそうなんですけど、やっぱコンボデッキ相手にクロックをいつ展開するかっていうのは非常に難しいですね。早ければ早い方がもちろんいいんですけど、その際に隙ができてしまったりとか、またそのそもそもコンボデッキ側の手札がいつもそんなにめちゃくちゃ強いわけではないんで、
その展開を遅らせるのがもしかしたら相手に時間を与えているだけの可能性もあったりするので、まあ、アントワイテイシュと、まあ、1ターン目2ターン目で殺されてしまう恐怖もそうですね、なんかありますからね。特にそのローバイの嵐とかを持ってるときはやっぱマナを構えたくなっちゃうんで、うん、それをね使わずに負けるってかなり悔しいですね。せっかく引けてるのに、はい、デルバーに関してはあの多分ですけどウィルの餌にしようかなっていうのも少し視野に入れてたとは思うんですけど、青いカードなんで一応試合は余ってるように見えましたけど、そのデルバーを早く出すよりもポンダーの方を優先したのかなと思いましたけど、うん、まあ、そこはかなり難しい選択だったと思いますが、さあ第13期レガシー新挑戦者決定戦決勝の第3本目です。さあマリガンチェック、高翔選手はまず1回マリガンですね。佐谷選手はどうですか、手札強そうに見えますね。第4の瞳のダイヤモンドと冥府の距離差揃ってたので、いやこの決勝戦かなり 手を合わせ握るというか熱い展開が続いていますが、さあ6枚の手札どうか。お、キープしましたね。ウィルとポンダーと秘技術手あって、うん、さあ1ターン目フェッチからのボルカニックハイランド、まずシアンから入りますかね。お、デルバ持ってた。これはかなりいいスタートですね。だからウィルウィルポンダー秘技術師、うん、サータリ選手にはハンデスはちょっと手札にはないのでちょっとゆっくりしそうですね。さあこの決勝ラウンドデルバ裏返らないですね。そうですね、なかなか答えてくれない。さあデルバに続いてヒギズシ、もう今回は思い切っていってますね、はい、まあ、手札にミルがあるんで多分手札にシアンもあるんで次のターン手札をさらに充実させてヒギズシがアタックしてさらに2回目のポンドとなると、まあ、サーティ選手もちょっと2回引退のクリーチャー並ぶと早めにちょっと決めたいなというところでありますよね。さあ渦巻く知識、ダークリチャル、冥府の教示者、苦悶の触手、さあちょっと手札破壊がないとライオンズアイ、うん、冥府の教示者はちょっと仕掛けづらいですね。フォースウィル一発で沈んでしまうんで、一応パストインフレームは引けてますけどマナがめちゃくちゃ増えればウィル1枚だったら乗り越えられるかもしれませんが、まあ、ただ佐谷選手から見て高翔選手の手札は分からないですから、一応マナがいっぱい増えるとパストインフレーム、はい、も含めて仕掛けられるんで、うん、なるほどなるほど、カウンター1枚だったら乗り越えることができます。冥府の教授とかにカウンターを使わせてバステインフレームフラッシュバックみたいなパターンもできるんで、うんうんうん、まあ、今のところはそこまでと言ってそうですね、あんまり増えないさそうですけど、さあ出ればひっくり返った、うん、しかもシアンが手札に入ってかなり良さそうですね。はい、シアン打って、しかもフォースビル引いた。ウィルはまあ今のところ手札にウィルがたくさんあるんで青いカードだったら何でもいいぐらいですね、うん、コストにできるカードであればとりあえず引くんじゃないですかね。引いてそしてアタック、さらにシアン、もうずるい本当にそうそうこれはただですからねおさあ先ほど見えていた2枚は若き群れの愚連術師と、外科的適質でしたが、3枚目が呪文貫きか外科引いたっぽいですね、はい、さあ着々と手札が整っていく高翔選手、今キャストできるのはフォースオイルが2枚と外科的適質、うん、
さあ、サーテイ選手はアップキープにフェッチランドを切って、仕掛けますかね、どうですかね。うん。難しい。手札的にはまだちょっと厳しそうですけどね。まだ時間はありそうですかね。どうでしょう。一応稲妻1枚が飛んできても10点しか合計で食らわないんで、うん、でサイド5なんで、あ、これもヒギズシがいると稲妻6点換算ってことですね。すげえ本当に。先ほどはドロー1枚で勝利を手繰り寄せましたが、ここはどうでしょうか。あ、確かに若き群れじゃないですね、若きグレン術師だけヤングパイロマンさん失礼しました。100回ぐらい言ってたけど若き群れっていう。さあ、サータリ選手まだハンデスはちょっと引いてないですが、ここはさあ、まあジャブ、そうですね、メフの表示者で揺さぶっていき、おこれはまた雲の触手を重ねてきましたということは、先ほどの2ゲーム目みたいにもうマダ加速から2連打して勝利するプランを描いている。手札には暗黒の儀式、陰謀団の儀式、セレンの花火は2枚、全て通るといけるか、5、6、7、このターンは1マナ足りないか、パッと見。さあ、ここはターンを返しますかね。さあ、しかし実質次がほとんどラスト3になりそうですが、さあシアン呪文はめ、さあアタックしてさらにデッキを掘り進めていく。しかもこの不毛大地とエッジと、まあ不毛大地がいるかどうかですね。もう不毛大地で1マナ縛ることに価値があるかどうか、うん、それとランダムの1枚の天秤でしたが、確実に1マナを削る方を選びました。はい、さあ佐藤選手ここをしのいでコンボ決められるか。さあ、高所選手、はい、ウィルが2枚引いたのはテンドリ3枚目3枚目3枚目ちょっと、いや厳しいか。でもここ決められたら本当にすごい、はい、一応稲妻は全部抜いてるっていう想定だったらもう一旦待ってもおかしくないですよ。4点、うん、一応最後の最後まで待つとまだターンはある。津村さんだったらどうすか、行っちゃいますかね、ここは頑張って2、3、4、5、手札が相当重いんですよね。パストインフレームも多分あったんで、パストインフレーム、クモの食3枚なんで、で残りが、うーん、全部取んないといけないですからね、ちょっと厳しいが、まずはペタル、これは取ります。コストはまあまあ足りて、一応全部通れば足ります。あ、行きますかね。2枚目。さあ、大選手どういう絵を描いてるのか。沼をタップして、さあ暗黒の儀式。まあ、ここからですよね。雲の触手2枚を見てるんで。はい。ウィル打ちそう、はい、弾き切れるか、ホースオブウィルでここはカウンターします。こうなるとちょっとつながらないですかね。そうですね、佐渡選手はもうこのターンに行く決心をつけたんですが、この炎の中の加工経由でもちょっと難しいですか、どうですかね。いやもう全然マナが足りないです。マナは基本的に同じぐらい必要なんで、うん、はいはいはい、これただこれスタックですのか、
ファストインフレーム経由でマナが増える瞬間ってライオンズアイが絡んだ時だけですね。それ以外は基本的にあんまり変わらないです。ライオンズアイだとあの捨てた後に打てるんで3マナ増えて、うんうん、さあ今ストームが4、さあしかし沢谷選手もう止まりづらいが、これだと普通にカバエル・リチャールが通ったとしてもマナが足りない、うん、合計で、6しかないので、ここはテクダに3枚あるこの苦悶の触手、ここはターン返します。一応稲妻引かなければいい、いけますが、さあただ沢谷選手手札がかなり、ね、お、しかし引いちゃったかな、引きましたね。これはダークリチャル消すかどうかっていうのはかなり難しいですね、うん、ただ今回に限って言えば蜘蛛の触手2枚を見てるんで、うん、消した方がいいと思います。さあフェッチを切って、まあここはもう稲妻がレガシー絡みのダークリチャル入ってコンボできて大体そうなんですけど、ダークリチャルを打って通した後にハンデスから仕掛けるっていうパターンが非常に多いんで、うん、まだ外科的テキスト、もう安全確認に入りましたね、はい、稲妻をここで2回打てば勝ちなんでさあ前に3枚蜘蛛の触手を並べて、さあ一応安全確認してますがもう大丈夫ですと、はい、がそれなら大丈夫ですと、これで稲妻打って、そこに稲妻って、はい、足りてますね、計算出せましたね、はい、おめでとうございます。第13期レガシー新挑戦者決定戦、優勝は高翔智也選手です。おめでとうございます。